おはようございます。4月26日水曜日の東京インフォメーションです。東京都は今年度の東京都ベンチャー技術大賞の募集をしています。東京都ベンチャー技術大賞は都内の中小企業が開発した革新的で将来性のある製品や技術、サービスを表彰するものです。募集しているのは申請受付までに国内において自社名義で販売または提供を開始しているもの、さらに商品化から5年未満のものです。申請は申請フォームからのオンライン申請、または必要書類を事務局に送付する郵送などで6月6日火曜日必着でお申し込みください。また事業説明会が来月12日金曜日と17日水曜日にそれぞれの会場とオンラインで開催されます。参加を希望する人はホームページからお申し込みください。都は多摩地域でのリーディングプロジェクトとして製品やサービスの検証に取り組む企業を募集しています。プロジェクトの主な要件には環境・エネルギー・子ども・教育など9つのテーマのいずれかに該当すること、多摩地域における課題や特徴を踏まえた取り組みであること、社会実装に向けた検証を多摩地域で実施することなどがあります。支援には計画策定から実行に対する助言などのハンズオン支援と検証に要する費用を最大500万円支援する費用支援があります。支援するプロジェクトは審査により決定されます。支援を希望する場合はホームページで募集要項を確認の上、6月6日火曜日の正午必着でお申し込みください。東京都オープンデータカタログサイトで公開されている一部データの API 形式による提供が始まりました。東京都オープンデータカタログサイトは都や都内の区市町村が保有する二次利用ができて機械による判読性の高い行政データを都民などに公開しているサイトです。掲載データおよそ5万4千件のうちアプリケーションなどの開発で利用される CSV ファイルおよそ3万5千件についてすべて API 形式で提供されました。また今後公開される CSV ファイルは API でも提供されます。 API の利用はユーザー登録不要で誰でもすぐに利用できます。詳しくはサイト内の API の使い方をご覧ください。多摩都市モノレールではゴールデンウィーク期間に多摩モノ子どもワンデーパスを販売します。多摩モノ子どもワンデーパスは通常450円の小学生の1日乗車券が100円で多摩モノレール全線が利用できる期間限定の企画乗車券です。販売期間は今月29日土曜日の祝日から来月31日水曜日までで、乗車券としての有効期限は来月31日水曜日までの1日です。通常の1日乗車券と同様、多摩モノぐるっとプレミアムガイドの加盟店で特典が受けられるほか、多摩動物公園などの沿線施設では乗車券を利用した当日中にパスを提示すると特典が受けられます。
今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。